東方作、万象堂、畜草江でにより、東方一、日農学図へ長寿で知られる、東方一、日浦島太郎、三浦義明。月岡義都氏が東方一日は、前漢の武帝時代の政治家。字は、万戦。平原軍医や、事件の人。武帝に、今年22歳になり、勇猛果敢、恐れを知らず、知略に飛んでいるので、 大臣に向いていると思うと自ら推薦状を送った。これを武帝が気に入り、常次郎や太市中大部といった要職に就かせた。後の歴史書などには、彼の治役地記地に富む様子が次第に深刻化され始め、ついには抱会に住む仙人のように描かれることとなった。当代の詩人李博は、彼のことを世人不思議と放釣立ち、大員金門瀬拓船と褒めた,たいている。また、 国慶な行為をすることでも知られ、中国では愛護などのお笑いの神様として尊敬されている。古代客難、新異業などの著書がある。式六十六、国慶列伝中に東方一日の経歴が残されている。生の出身で古文書や経学を愛し、雑書、詩伝を広く読んでいた。初めて長安に入った時に三千枚の畜巻に書かれた上書を提出し、 武帝は2ヶ月かけて読み終え、ツイタを老官に任命した。その後は、側近としてしばしば、武帝の話し相手を務めていた。気象の激しい武帝も東方ツイタと話せば、上機嫌となり、金品を賜ったり、食事の売席を命じることもたびたびであったという。武帝に食事を招待された時には、食べ残しの肉をすべて懐に入れて持ち帰ろうとして、服を汚すのが常であり、 歌手された線、キレを浪費して、長安の若い美女を次々と目取り一年も経つと捨てて帰り見ないという暮らしをしていた。これは、サイン保養という一種の終身法であったが、それを知らない同僚には、狂人扱いされていたという。武帝はそれでも、1日に仕事をさせれば、彼ほどの仕事ぶりを示す者はいないだろうと評価していた。博士たちが、 戦国時代の賢者たちと比較して、ついたちを避難したことがある。その白文弁中を抱えて無意に過ごし、勘は二郎でくらいは襲撃に過ぎないのはどうしたわけなのか、と。ついたちは、天下に災害がなければ聖人がいたとしてもその際を施すところがない。上下が和道していれば、賢者がいたとしても、功を立てるところはないという古事技を引いて、戦国と勘大は違うこと、 自分が学を納め道を行うのは出世のためではないという初心を述べている。ついたちは息子を老漢にしてもらい、その息子は侍越者となり、塔を出て使いするようになった。老齢になり式が近づいた時に、武帝に残言を知りけるようにいさめて、間もなく病死した。柴千は鳥がまさに死なんとするときは、その鳴き声は悲しいと、東方ついたちを称え、 朝廷の中にいて、世を避けたと自認する、この賢人に共感を抱いていたことがわかる。1日の白学については、恐れという動物を見てその名と遠方の国が関に帰属しようとする随章であることを言い当てたり、観光席で武帝の行き先を塞いだヤギに似た怪物を、と見抜き、酒を注いで消す方法を教えたなどの逸話がある。怪現象の権威とみなされたせいか、 電気を集めた、新遺録の著者に犠せられたり、幹部小寺では、東方国圏丹人、三日のことを放つたち、作たる、単一指以上曰く、王母主桃、三千歳一子、この子不良、遺産活の確か、つまり聖王母が植えた三千年に一度しかならない、桃の実を三つも盗んだであるとか、長過が先日した、博物史でも、聖王母七石高級休歌殿、も、 東友館武帝東方1たち0度の東久市市長中期の応募曰く、この気象地後かつて三雷ライトワレコの桃と同じような高等無形な逸話が東方1ちについて創作されている。日本の脳の演目、東方作では1いはちは0人として登場する。島根県には八百尾国に斧を磨いて、 針にすると言って驚かせて800年生きていることを聞き出し、自分は9000年生きていると打ち明けた、という伝説がある。山口県吉木郡には、長寿を自慢する106歳の三浦大輔、8000歳の浦島太郎と出会い自分は9000歳だと自慢するが、3人で旅をしていると3人の出産に立ち会った三馬で7億歳の7億、バーと出会いたしなめられたという伝説がある。 滝良一、祝殺東洋歴史大事典中間臨戦書店、1992年、P486。水木しげる、あやかしきか、第四巻中国、四国編、ソフトガージ、2004年。ISBN978 から4から861330162。松岡俊夫、須夫、長門の民話第一周未来者、2016年。 ISBN 978から46億2493万5290ありがとうございます。